スダイリ D は大老二などとも呼び中華圏で流行しているトランプゲームである。日本の大富豪に似ているがカードの組み合わせ方はポーカーに由来する。以上の点は日本の大富豪とも共通している。中国の他のトランプゲームと同様、このゲームには別名が非常に多い。ス好き大 D の名称は関東語に由来する。D とはトランプの二のことを言い。 広東語の変音で、リにと発音する。中国大陸では、月大地と書かれることが多いが、これは、普通話で、弟、地をともに、リと発音することによる当て字で、本来の広東語とは意味が一致しなくなっている。他に、大老に、階級闘争、頬、こう登るとも言う。フィリピンでは、プスイドスと呼ばれる。英語では、ビッグツーなどと呼ぶ。 チャイニーズポーカーと呼ばれることもあるが、これは本来13丁という別のゲームを指す。スキダイ D には、標準の52枚のトランプ1組を使う。ジョーカーは使用しない。参考、ポーカーハンドの一覧カードの組み合わせには、競技者の手札の1枚2枚3枚、または5枚の組み合わせがある。中、ポーカーの2ペアは、スキダイ D では使用できない。前の人がシングルを出したは、 次の人はペア3カード5枚組を出してはならない。同様に前の人が3カードを出した時は次の人はシングルペア5枚組を出してはならない。5枚組のランクは弱い方からストレートフラッシュ、フルハウス、4カード、ストレートフラッシュとなる。したがって前の人がフラッシュを出した場合、次の人はそれより大きなフラッシュか。 フラッシュよりランクの高い組み合わせを出す必要がある。ストレートはランクがフラッシュより低いので前の人がフラッシュを出したら次の人がストレートを出すことはできない。前の人がシングルを出した時は次の人はペア3カード5枚組を出してはならない。前の人が5枚組を出した時は次の人は前の人と同じ組み合わせを出さなければならない。すなわち 前の人がストレートを出したら、次の人も必ず、ストレートを出さなければならず、フルハウスなどを出してはならない。ただし、フォーカードとストレートフラッシュに限っては、前の人がフォーカードやストレートフラッシュを出さなくても、いつでも出すことができる。したがって、前の人が2を1枚出した場合、フォーカードを持っていれば、それに勝つことができる。10 台湾ルールでは普通スリーカードやフラッシュを認めておらず、数との大小の順も国際的な順序と異なっている。競技者は通常3人か4人である。理論上は2人から52人まで可能だが、実際には3人か4人の場合が最も面白く遊べる。ディーラーは自分の右隣の人から順に半時計回りにカードを配る。 カードは1人13枚ずつ配る。競技者の数が4人未満の時は各人に等しい数のカードを配り、余ったカードは3を持っている競技者に全部渡す。もし誰も3を持っていない場合は、3を持っている人に、それもなければ3、3、4のようにして決める。最初にカードを出すのは、正式ルールでは初回は3を持っているものであり、それ以降は前回のプレイの勝者になる。 その人はシングルを出しても、任意の組み合わせを出しても構わないが、必ずその中に、必ず最小の数との3を含んでいなければならない。以降は、半時計回りにカードを出していくが、前の人が出したのよりも強いカード、または組み合わせで、勝つ前の人と同じ枚数を出す必要がある。カードを出したくないか、または出せるカードがない場合は、パス、または、かといってパスする。 全ての人がパスした場合、最後にカードを出した人が、新たに次のカードを出すことができる。この時は、前回のカードの組み合わせの制約を受けない。言い換えると、たとえ最後に出したカードが苦かったとしても、3でも、ペアでも、5枚組でも出すことができる。特別な制約、もし競技者 A が10のペアを出して、その他の3人がパスした場合、次に競技者 A が J のペアを出したら、 J は10よりも大きいので、残りの3人はやはりカードを出すことはできない。競技者 A が別の方の組み合わせを出すか、パスしたカードよりも小さいカードを出すまで、他の競技者はパスしかできない。香港では、残りの手札が1枚になった時には、ラストカード、またはラストワンという必要がある。さもないと、最後のカードを出したとしても負けになる。ただし最後に、 シングル以外を出した場合はこのルールは適用されない。ある競技者の手札がすべてなくなった時、その競技者は上がりを宣言し、プレーはそこで終わる。もし非常に運が良くて、主殺が A-2 から3から4から5から6から7から、8から9から 10J9K になっている場合、プレーをせずに即座に勝ちになる。台湾ではこれを一条流という。地方によっては、 4時 D があっても勝ちになる。即座に勝った場合は、3位ためルールでスコアを勘定する。しかし、即座に勝つルールはあまり普及しておらず、正式なルールでは、一上流ができても引き続きプレーを続ける。もしある競技者の手札が3点に満たなかった場合、その競技者は配り直しを要求することが可能となる。配り、直しの基準は地方ごとに違っている。香港では、 普通は、最大のカードが10である場合に配り直す。JQK が2枚しかない場合に配り直す編集もある。台湾にも2が4枚あった時に配り直すルールもある。プレイが完結した時、残ったカードの数を元に点数を計算する。10枚以内なら、1枚1点とする。10枚より多ければ、カードの数2が点数になる。カードが1枚も出せなかった場合は、 カードの数 ×3 が点数になる。大陸では8枚以上が2、10枚以上は ×3、13枚なら4になる。その他、競技者が負けの量を少なくすることで勝つという戦略を取るのを防ぐため、上がったものに5点、ないし10点を与えて、勝ちを競わせることもできる。他に、残ったカードの点数をもとに計算する方法もある。2が15点。 AKQJ が14点から11点、それ以外はランクが点数になる。二人の競技者が共謀するのを防ぐため、次にカードを出す人が1枚だけカードを持っている場合には、前の人は最大のカードを出して相手が上がるのを妨げなければならない。これを台湾では後輩、香港では頂戴という。最大のカードを出さずに相手を勝たせた場合、勝たせた人は、 他の二人の負けの点数を一人で肩代わりする。例えば、頂戴を怠った人が三点負けたとして、後の二人がそれぞれ一点四点負けたとしたら、その人は八点の負けになり、残りの二人は0点になる。遊び方は、毎回なるべく自分最大のカードを出すようにして、ゲームの停滞を防ぐ。上がった人が勝利者となる。 他の競技者は残った手札の点数で勝負を決める。通常はランクで点数を決め、数とは点数に影響しない。2はマイナス40点、A はマイナス30点、JQK はマイナス20点、10から3まではランクをそのまま点数とする。例、競技者 A が上がり、B が2、J、5、8を持っていて、点数はマイナス73点、C は3、4、5、 6,9,9を持っていて、点数はマイナス58点。以上の状況では、枚数は C が一番多いが、点数は低くない。控え分成では点数によって勝ち負けを決定するので、結果として B の負けとなる。3から9までは1枚あたりマイナス1点、10から A まではマイナス2点とする。2は1枚残っていれば点数が2倍になる。すなわち、 4倍の2があれば、点数が16倍になる。上がりの人はプラス1点となる。すなわち、負けの点数が1点だけ少なくなる。例えば競技者 B が 2J58 を残していた場合、点数は X2 イコールマイナス8点となる。階級闘争とも呼ぶ。好き大 D の日本における編集である、大富豪の再編集である。第1回目は、 通常の方式でプレイを行う。仮に4人で遊ぶとした場合、初回の勝ち負けの結果によって、次の回の競技者の命運が決まる。例、初回で競技者 A が第1位、B が第2位、C が第3位、D が第4位だったとする。初回の勝負の結果によって、A を国王、B を諸行、C を平民、D を奴隷とする。 二回目の時の規定には以下の二種類があるが、両者の違いは階級が上のもののカードの返し方の順序のみである。国王の権利、カードを諸侯と一枚、平民と一枚、奴隷と一枚交換する権利がある。諸侯の権利、カードを平民と一枚、奴隷と一枚交換する権利がある。平民の権利、カードを奴隷と一枚交換する権利がある。言い換えると、各階級は、 自分より低い階級の人と1枚ずつカードを交換できる。国王の権利。任意のカードを下の階級の人に要求できる。カードのランクや数等は指定できる。ただし、各階級から最大1枚しか要求できない。カードを受け取った後に3枚の不要なカードを捨て、与える。カードを選ぶ権利は、奴隷平民諸侯の順にある。諸侯の権利。 任意のカードを下の階級の人に要求できる。カードのランクや数等は指定できる。ただし、各階級から最大1枚しか要求できない。カードを受け取った後に2枚の不要なカードを捨て与える。カードを選ぶ権利は奴隷平民の順にある。平民の権利、任意のカードを奴隷の人に要求できる。カードのランクや数等は指定できる。ただし、 最大1枚しか要求できない。カードを受け取った後に1枚の不要なカードを奴隷に与える。カードを交換した後、通常の規則に従って、プレーを行い、再びこの回の勝負の結果によって、次回の身分階級を定める。国王が第1位の身分を維持できなかった場合には、奴隷に落とされるとするルールもある。このルールを誰が始めたかはわからないが、 香港でもこのルールを採用している人は多くない。蜜木パイ制度にも様々な編集がある。仮に4人でプレイするものとする。ルール、蜜ぐ通常と同じように4人分のカードを配る。前回の1位の人が4つのうちの1つを選んで自分の手札とする。2位の人は3つのうちから1つを選んで自分の手札にする。3位の人は2つのうちから1つを選んで自分の手札とする。 4位の人は選択肢がないので残りの一つを自分の手札とする。三次、前回の第4位の人が一番良いカードを1枚、第1位の人に渡す。第1位の人は自分の不要なカード1枚を第4位の人に渡す。第4位の人が最初にカードを出す権利を得る。三次、前回の第4位の人が一番良いカードを2枚、第1位の人に渡す。 1> 第1位の人は自分の不要なカードを第4位の人に渡す。同時に第3位の人は最大のカードを1枚、第2位の人に渡し、第2位の人は自分の不要なカードを第3位の人に渡す。第4位の人が最初にカードを出す権利を得る。三つに前回の第4位の人が一番良いカードを3枚、第1位の人に渡す。 1> 第1位の人は16枚になった自分のカードから必要だと思う3枚を残し残り13枚から3枚を2位の人に引かせる2位の人は必要だと思う2枚を残し残り14枚から3枚を第3位の人に引かせる3位の人は自分が必要だと思う1枚を残し残り15枚から3枚を4位の人に引かせるカードを引き終わったら3 または3を持っている人が最初にカードを出す。この方法は、三ぎっぱい、技巧運の3つの要素を兼ね備えている。現在は、当事主に人気を取って変わられつつあるが、上海で1980年代前後に流行した。6人の競技者が3人ずつチームを組む。カードは、ジョーカー2枚を含む54枚のカード3組を使用する。このゲームでは2は一番弱い。 ジョーカーは A よりも強く、かつ2枚以上の組み合わせにおいて、ワイルドカードとして使うことができる。好きイ D にない組み合わせとしては、5カードがある。また、数との違いは、大小比較に関係しない。プレイは、片方のチームが全員上がるまで続けられる。1位になった人が勝ったチームに属する場合は、上がれなかった人の数に応じて、点数をつける。 一位になった人が負けたチームに属する場合は、無勝負となる。ありがとうございます。